ノブム・オルガヌムの表紙、ノブム・オルガヌムとは、1620年に、イギリスの哲学者、フランシス・ベーコンにより発表された哲学の著作である。1561年に、イギリスで生まれたベーコンは、政界から退けられた後は著述活動に専念した。本書は、ベーコンが6部作で書き上げる予定であった。大刷新の第2部として、ラテン語で執筆された著作であり、主題は、 アリストテレスの著作、オルガノンを考慮して命名したもの。ベーコンは、政界での生活の中で得られた哲学的成果を、まとめ、本書で、新しい機能法についての哲学的な基礎を示すことを試みており、イギリス国王に、この著作は、新しい論理学に他ならず、機能法によって思考し判断することを教えるもので、あるとして、本書を捧げている。 本書は2巻から構成されており、全巻130章と交換52章の章立てで成り立っている。ベーコンはこれまでの学問が素朴な実感やわずかな経験から飛躍して一般原理を設け、そこから論理的な演劇法によって考察を進めるが、それは人間の実際の生活に寄与する学説とはなり得ないと批判する。人間の個性は種類のイドラの念によって、 誤って方向付けられていることを指摘する。種族のイドラは人間本性そのものに起因して発生する偏見であり、対象を人間に。また、洞窟のイドラについては、個々人が性格や環境、教育などによって妄想を抱いており、洞窟の中から外界を眺めることで対象の見方が歪められていると述べる。市場のイドラについては人間相互が 社会活動の中で接触することによって発生する偏見であり、言語を適切に使用することができないにもかかわらず、不適切な言語に支配されてしまう場合があると考える。そして、劇場のイドラとは既存の哲学における権威ある学説により生じる偏見であり、このイドラにより学者は先入観を持って自然を観察してしまう。人間の施策はイドラによって支配されており、 これを排除することが重要であることをベーコンは主張する。ベーコンは古代のギリシア哲学や中世のスコラ哲学を批判して具体的な成果を上げていないと評価する。ベーコンの見解によればこのような学問の不信の原因とは方法論の問題がある。科学にはコロンブスが新大陸を発見したような新しい成果を上げる余地が多分に残されている。 独断を避けて客観的な観察と組織的な実験を行い、そして集められた情報を機能法によって整理することで正しい解析に到達することができるとする。すでも一人に任された知性もあまり力を持たず道具や補助によってことは成し遂げられる。それらは知性にとっても手にとって劣らず必要なのである。 そして手の道具が運動場あるいは与えあるいは制御するように道具の精神も知性にあるいは助言しあるいは用心させる。人間の知識と力とは一つに合一する原因を知らなくては結果を生ぜしめないから。というのは自然とはこれに従うことによらなくては征服されないからである。そして私的な考察において原因にあたるものは実地の作業ではルールにあたる。 実地の作業のためには人間は自然の物体を合わせたり話したりする以外には何もなし得ない。あとは自然が自らのうちで成し遂げるのである。ベーコンは知識や学問を決して目的とは考えなかった。それはあくまでも他の目的を達成するための手段であるとした。また彼は人間は自然を観察し自然に親しむことによって自然についての知識を得て その知識によって自然を支配できるとした。そしてその自然の力を利用することで人間の生活を改善し人間に幸福をもたらすことが可能になると主張した。真の知識とは幸福を実現する力を持つ知識であり、知は力なりの真意もここにある。人間の精神を占有するイドラには4つの種類がある。種族のイドラは人間の本性そのもののうちに、 そして人間の種族すなわち人類のうちに根ざしている。というのは人間の感覚が事物の尺度であるという主張は誤っている。それどころか反対に感慣のそれも精神のそれも一切の知覚は人間に引き合わせてのことであって宇宙の事物から見てのことではない。洞窟のイドラとは人間個人のイドラである。というのも各人は洞窟、すなわち 自然の光を遮り損なう、ある個人的なあなたを持っているから。すなわち、あるいは各人に、固有の特殊な性質により、あるいは教育及び他人との談話により、あるいは書物を読むこと及び各人が尊敬し、単焦する、人々の権威により、あるいはまた、偏見的潜入的な心に生ずる、また、いわば人類相互の交わり及び社会生活から、生ずる、イドラもあり、 これは我々は人間の交渉及び交際のゆえに史上のイドラと称する。最後に哲学の様々な教説並びに論称の誤った初期則からも人間の心に入り込んだイドラがあり。これを我々は劇場のイドラと名付ける。自然を本当に知るためには人間の陥りやすい先入感や偏見を取り除く必要がある。 ベーコンはそれらの先入感や偏見をイドラと呼んだ。イドラには4種類あるが、それらを取り除いた後に、観察と実験によって、いろいろの事実を確かめ、検証し、その中に法則を見出していかなければならないとした。この方法が実験的方法、すなわち機能法と呼ばれるもので、近代科学を推進させる基本的な方法となった。ありがとうございます。